さあ列車も出てって、ただまた高田橋駅に戻ってきましたよ。ここからまた新企画なんやけど、その前におでん列車なんてやってるんですね、集いで。3月5日に、おでん列車っていうと、どうしてもあそこのイメージが強いですけどね、豊橋鉄道、あそこはおでん車って言ってね、これがすごく人気で、もう本当に、チケット、本当乗車券発売開始からもう数分で完売になるっていうぐらい、なんかね、すっごい人気らしいんですけど、奈良県も自転車条例ができたらしいです。ヘルメット着用とかね。これは面白いのが、ヘルメットを着用しましょう。65歳以上の高齢者の方は努力義務というのに政治的なあれが見えますよね。普通は高齢者の方の方がね、弱くなってるんでね、首周りとか、危ないんですけど、そうするとね、いろいろとやはり政治的なところであるんでしょうね。まあ、かぶりませんしね、日本の場合は特に。あと、そういえば、釈迦駅ってあれ面白いですね。私知らなかったんですけど、五瀬線って、五瀬に、釈迦に入ってくる列車は、安倍の場所方面のホームに止めて、それをまた一回入線させて、で、また、こっちの橿原神宮方面、吉野方面のホームに入れて、取り扱いをするんですね。というのは、あっちの方から、五瀬の方から乗る人たちは、安倍の橋に行くのがメインだろうということで、多分、だったら、湯山温泉、ね、湯山線なんかはそのまんまですけど、じゃなくて、それお客さんがね、そのまま対面で乗りやすいようにっていうふうにな仕組みなのかなと思って、いや、これはさすが金属で、その間に行き違いの列車とかのね、取り扱いとかもしてというようなところで、はい、うまい取り組みやってるな、なんていうふうに感心した次第でございます。ということで、またやってきましたね、高田市駅、もう見慣れましたよね。もう見飽きたかもしれません。昨日も来ましたからね、また戻ってきました。で、今回は何するかというとですね、昨日も同じようなこと喋ってましたけどね、ここで、昨日はここを左に曲がってずっとね、宿を取りに来ましたよね。で、今回はここからですね、こっち側に行きます。北の方に向かっていくと大和高田っていう駅があるんですね。これこの駅に入ってます。前回のここと一緒です。柏原から片下、片下門まで歩きましたね。あれ近かったですけど、ここはね、まあまあ生えてるらしい。同じ宝でね、まあ、これは本当に間違いやすいかもしれません。処刑の方です、その。うん。三日市のね、大阪の三日市駅と、南海の三日市駅と、近鉄の三日市駅とかね、あとは何やりましたっけ、広島の五日市と、四日市、ね、三重県の四日市とかね、やりました。こんなん間違えるわけないやろってところなんですけど、このね、高田市駅と大和高田は、結構本気で間違いやすい気がします。で、どれぐらいできるのかな。ここが今近鉄だから、これは、北側、こっち側ですね。こっち側は北側ですね。これをずっと行ったらこっちに、ね、近鉄大和高田があるんですよ。で、さらに JR の高田駅もまあまあ離れたところにあるらしいんで、まあまあここ不便らしいんです。どれぐらいまあまあ不便なのか、ちょっと歩いて確認してみようということですね。さあ、やってみましょう。なんていうんですか、こういうのはアンチテーゼっていうんですかね。わかりませんけど、そうや、昨日買いなかった。コラモン屋八ってあそこと一緒か。生駒にあるのと一緒か。だったら推しですね。だから買いよって話なんですけど、ちょっと、せっかくなんで、ちょっと見ていきましょう。寿、あら、ソフトクリーム130円って安いじゃないですか。ちょっとすみません、こんな格好で真冬なんでね、さすがに、ソフトクリームって気分にもなりませんけど、でも安いのはいいです。暖かい時ならいいですね。あ、お肉いいですね。アーケードやしいですね。そうや、手帳まだ買ってないな、今年は買った方が良さそうなんですけどね。スマホでいけるかな、どうかなっていうところをね、今探り探り、とりあえず1月始めてるんですけど、日曜日休みも多いですからね。ここはそうですね、合格実績で出せたんですね。京都大学出せたんですね。
ットやーと書いてありますけど、ね、こういうね小さいところで兄弟ね一人出るか出ないかと大きいですからね。お、青のシンフォニーが走っていく。手編み教室なんかもやるんですね。辺はやこれ、高田市やね、正式名は大和高田市なんや。いろんな音楽が混じってますけど、カルチャー教室やってんだ。なるほどね、サックス、トランペットなんか吹いてますね。ああ、いろんな、管弦楽器をいろいろ吹いてるんでね、ここは楽市、農産物直売所、1時で閉まっちゃってるらしいです。だね。水曜日だけ3時までやるんですね。青餅屋さん、桜餅か、桜餅美味しそうやな。さあ勝ちやめてよ。お前今年の目標何やったんや。ダイエットなんですけどね。お餅屋さんが、ま、餅には勝てません。桜餅まだもうちょっと先ですけど、桜餅行くわ。さあじゃあいただきちゃうじゃないでしょうか、いいですね。なんか猫餅っていうのもね気になりましたけど、みたらし屋みたいにね、その場で焼いて、どうもやってくれるみたいです。今回ね、あと草餅と桜餅のねちょっとセットを買いましたんでね、またどっかでパクリパクリとやりましょうか。さあ、なんて言ってたら、これは希望号が好き、金賞マーケットがあって、かなり近鉄色がやはり強い、ね、ところですけど、ここがバス乗り場になっとって、大和高田のコミュニティバスなんや。とりあえず JR の方に行きたいんやけど、どうすりゃいいんや。すごいたこ焼き屋さんやだ。片潮ロータリー、金賞マーケット、渡ってすぐなんかな。そんなに離れてるのかな。もう言うとるうちのところにあるはずなんですけどね。でもないのかな。だとしたらまあまあ離れてますね。ね、120円やったらね、いいですよね。で、既製品やね。遅れね、ちゃんとこねてましたもん。餅。で、こねとるところで、ね、あいよーってね、出てきてくれてね、売ってもらいました。まさに突き立ての餅ですね。向こうが JR だからな。なんだろうね、ヤマトの商店とかに行くと、こんなところでも。八百屋さんや。八百屋さん以外の商品。商業館、つかなくらいの八百屋さんですね。これは、片塩って言うのかな、あの、見たことのない感じですね。北片塩町、片でいいのかな。普通の片方とかの片とは違いますよね。あ、でもこっちの方は、普通の肩の字になっとる。あんまマッサージ。あんまって言葉を昔は使いましたけどね。昔おじいちゃん家の近くにあった、銭湯にはあんまきありましたね。10円で動くやつでしたね。10円とか言っちゃう。おじいちゃんが10円玉をポンと入れたら、まあ乱暴に僕あんまきでしたけどね。うわすごい、結構昔ながらの感じですね。それは JR の沿線の方に行ってみましょうか。一回まあ踏切の音が聞こえるということは、JR の高田駅がこの近くのはず。なんかこれ道路現象、道路の危険となるんで、あれ3人、こいつか、こいつがね境界式とかそういうあれですね。なんかある、珍味屋さん。
れ駅はもっと全然向こうなのかな。どっちだ駅。駅があるそうなの。ああわかんねえ。上皇寺踏切らしいですけど、あまりこっち側ばっかしずっといたらあかんねえ。ちょっと一回地図を見ましょう。何じゃ初めて歩くところですからね、全然わかんないですよね。あ、違うわ。まだ全然北側なんや。へえ。これは思った以上に離れてますね。ああ。まだずーっとこっちなんですね。じゃあ戻りついでにさっきの新宮さんをちらりと見ていきましょう。こういう細いところがやっぱ佐川さんとか大変やなと思いますよね。まあ、比較的小型のトラックを使ってますけどね。ここの辺りはどうやら。ここは相当入れるの難しそうですね。モータープルですけど。新宮さん。これね、じゃあなんかちょっと気になりますけど。しめサバとか。サバ。気になりますけど、ちょっとまだ、ちょっと冷凍品もね、車じゃないからね。持ち運びませんからね。まだちょっとね、ここなどかかりますからね。でも美味しそうなものお店でしたね。子供の心理教育研究所。なるほど。これはバス使った方がいいですね。これはあの柏原の日じゃないですね、離れ方が。まあでもずっといろんな店があるんで面白いのは面白いですけどね。ガンガンこの道に突っ込んできますね。冷蔵直売高級紳士服なんでしょう。キャラクターのインパクトが強すぎて他が何も入ってこないですね。ね、確かにこっちに入ってきたらもっとこっちに入ってきて商店街みたいなのがバーッと出てきて、これが今度 JR の高台のあれなのかな。わあ、新車って北海道で言うと旧東海道みたいな感じなのかな。へえ。やったんや。多分銭湯かな。あったんでしょうね。まあ。もう営業しとんのかな、ちょっと営業もやってない感じでしたけど。E の字がこれ昔のあれですよね。旧字体の。株式会社ビデオ。しかも B。B なんや。冷蔵庫用品なんかもやったね。すごい。すごいな。これはなかなか、いろいろ。雑貨屋さん、雑貨屋さんって感じやな。ガード下にありそうな感じがありましたけど。これは昭和のお菓子やな。こういうね、いいですね。お菓子屋さんですね。で、高田駅。もうちょい北なの？もうこの辺りにサザンカストリート。まあ、これ辺りは商店街なんですよね。商店街だ。アーケードって感じになってますね。高田高校ってこっちにもあるんですね。まあ、そりゃそうか。多分、山田高田市内へ。こっちもやっぱ、あれなんですかね。成績いいんですかね、高田高校って。三重県で高田高校に出てたらね。めっちゃ頭いいですからね。通ですよね、通にある高田高校、私立ですけどね、私立では一番頭いいですよね。高田高校の6年生って言ったら、東大目指すとかそういう子たちが行くというイメージですけど、こっちはどうなんでしょうかね。コロッケ。こんにちは。これコロッケです。あ、じゃあコロッケ取ってください。いや、こんなんあったら買っちゃうじゃないですか。わあ、
ところって85円安いじゃないですか。いや、いいですね。こういうのをプライド買いながらね、うん、ちょっとパッパッと壊していただきましょう。なんか綺麗な感じがありますね。うん、うまい、うまい、あ、うまい。うん、これすごい、すごい、すごい、すごい。コーヒーのグランプリか、すごいですね。こっちが天神橋西商店街。わあ、じゃあうまくった。じゃああれとか JR の高台駅やってみとかなんかなんか。いや、こういう。お肉屋さんがいいのは海軍ができるところですよね。なかなか魚屋さんやとパッとこういう海軍ができる品目ってないんですよね。うん、こういうブライタイプの時は肉屋さんの方が入りやすいのは入りやすい。さすがに精肉やね、鮮魚はどっちも買いにくいですけど、コロッケならね、こういったね、揚げ物はね、パッと食えますからね、こういった街ブラ、こっちから、ああ、これが駅なんや。ああ、言うとったらね、お魚屋さんが出ちゃいましたけど。うん。あ、でも、そうか、魚屋さんの恵方巻きってのも、どうも。今アイドリングタイムみたいですね。うん、うん、歩くと結構ありますね。うん、まあ途中ちょっと寄り道もしてましたけど、これで JR の高田駅で、こっから近鉄の大和高田に向かってかなかね。このまま市役所通りっていうんや、これが、このままずっと行ったら多分ね、案内出てくるはずなんですけどね。甘いかな、これは桜なのかな。これ先のとこと一緒にどこやっとんのかな、これは大和高田なんて読むんでしょうね。イカブカかな。あ、電池がやばい。この感じやと大和高田駅もまあまああるのかな。中尾が出てきましたけどね。それローソンでちょっと ATM でだけずっとやっときましょうか。ずっと歩いてきましたけどね、もう言うとるきに大和高田駅あるはずなんですけどね。お得なセットあるんや。牛丼セット500円とかいいです。あ、ええな。いや、お得やん。こんなんこっちにありましたっけ。はあ、ちょっと、あのセットでいいや。昼飯食べ方の地図を確認したら、結構道間違えてましたね。JR の駅から、ね、あの普通に折り返してきましたけど、実はあの JR の駅から左側、北側の方にずーっと歩いてたら、そのままね、近鉄の、大和高田駅の方にね、いたらしいですわ。それだったら、ね、もう全然ついてるぐらいの距離ですね。完全三角形の、二等辺三角形の、別側の角の方に来ちゃってる感じですね。ここにあって、ここにあるんですけどね。本当はこう行きゃよかったの、こう行っとったってことね。これもう一回こう行かなか。昆布屋さん。いいですよね。昆布美味しいですもんね。利尻昆布とか、いろいろ日高昆布とか解説してありますね。あら、持ち帰り寿司なんてある。噛むな。どっち行ったらいいんだこれ。弁天座っていう芝居屋さんなんかで、芝居ぐらいなんかだけど。あーと、渡って、見切り寿司の持ち帰りとかできるらしい。こっちは、お茶屋さんか。この辺りは、宇治茶ですね。やはり、だいぶオーバーライン取って。こっちが山の高田駅なのかな。こっちもこっちで、近鉄駅前通りってなってる。それはつまり、近鉄の駅前ってことですよね。向こう？あ、こんなところに弁天座っていう。なんすか？好評につきワンコインライブ実施。58
58。あ、じゃあ500円な、もう500円、そうだね。ゼロがくっついて58円に見えたんでびっくりしました。いや、でも500円でもすごい安いですよね。ああ、駅向こうか。駅前どっちなんや。駅舎があって、向こう側が駅舎やる。逆ですね。見たことあると思ったら、多分あれですよね。あの、湯守座に来てる、四日市の湯守座。金国堂、餅屋さん、戻ってきた。こんにちは、はい、お団子いただいてもいいですか、はいはい、3本いただこうかな、うん、3本いただきます、うん、あ、袋大丈夫ですよ、うん、もうこっちに一緒にしますんで、これ前取りますわ。ああ、ありがとうございます。あ、いえいえ。はい、じゃあ、ちょっとこれでいいです。540円。はい、240円。よしよしよし。横300円。はい、どうも。はい、どうもありがとうございます。はい、大きに。ありがとうございます。はい、いや、買っちゃいました、ね。買っちゃいましたよ。見晴らしではないな。おも団子ですね、きなこ団子ってなってましたけど、植物の山、そうや。俺の友達がヤマトさんのポスターを、ヤマトのね、ポスターを額縁に入れたいなって言ってましたけど、めっちゃ適所なお店を見つけてしまいましたね。こっち行ったらいいのかな。まあ、これはね、また後で写真撮ってね、いただきたいと思います。だからこっちの桜餅とかと一緒にね、とりあえずこっちの方行ったら平均みたいですけど、ちなみに ATM でね、下ろそうとしたんですけどね、無残高なかったんですよね。さあ、これ今週は大変だ。まあ、何年かんや言って今月は出費かさんでますからね。電池の自販機、自販機現役なのかこれ。一応更新されてますよね。電池が新しい、あの、デザインのやつですけど。昔ながらの装置には餅屋さんが多いっていうね、和菓子屋さんとね、で、そういうところは老舗さんが多いですからね。ちょっと、あれ、どこの地域やったか、そう、ピーナッツでやるって聞いたことあるな。千葉でしたっけ？そう、うちらはピーナッツじゃなくてね、行った大豆っていうイメージなんですけど。あれ？ああ、歩きすぎた。戻りすぎた、間違えた道を。もうほとんどこれ戻ってきてしまいましたね。帰りはゆっくり鈍行揺られながら帰ってこうかなと思います。いや、もうこれで大和高田の駅前みたいですけど、駅舎どこにあるんやこれ。ひょろっと5階だけのビルがの面白いですね。まだずっと向こうなんや、これ JR の向きでやったんや。向こうなんすね。完全に逆方向いてましたね。今買ったお餅屋さんの前を通らないといけない。聞いときゃよかったですね、買った時に。もっとずーっとこっち行かなかったんですね。完成なんですね、ここは。北海くんコロッケ。完全ながらやってなさそうですね。お餅屋さん完全に駐輪場とかしてますからね。どういうことなんやろ。どういうこと。そこで多分神が切っとったんやろけど、駐輪場を溶かしたんでしょうね。あれ、駅舎は。あー、列車来たー、カーン。これは乗れないな。どっから駅に入れるのこれ。こっちからは無理やんな。関係者以外立ち入り禁止って書いてありますもんね。列車間に合わなかった。まあでも、よかった。ハイバリキの準急だから、どうせあれ乗ってもダメだ。じゃあ、あれを追っかけて、この後、ユート列車が来るはずなんで、中川駅。もしくはね、宇治山田行きの列車が。それ乗り合い。見てたら、こんな風になってます。邪魔。なるほど。これは
パッと歩いて乗り換えるというにはまあまあしんどいあれですね。よし、こっちは標準機ね。にしても大和宝駅って確か特急停車駅ですけど、まあまあ規模そんなに大きくないんですね。なんかあっちの南大阪線の方が商店街とかもあって街中って感じでしたよね。こっちはどっちかというと住宅街の感じですね。家庭用のバッテリーとか持ち歩きながらね歩いてますから疲れるんですよ。あいにく渡らんでよかったんや。反対側教会で、そういう展示をやってるんですね。ここが大和高台駅、これは裏口なんかな。向こう側が表口みたいですけどね。こっちはもういいや。あ、青山町行きゃあれでもあかんな。あれ乗るしかないか。さあ、ね、今電車を来たんでしょ。これ青山町行きなんですよ。これでは行けないんですよね。今日ここにあるね。こっちはプレゼン車がね、ほとんどここ終わりなんですよね。その次に来るのも大和桜でも、通常なかなか来ないんですよね。今日これから石中川で、そこからさらに四日市まで戻らないといけないんですけど、なかなか道の通りですよ、これ。土休日は、あれですね、ここは、しまった。軽特急しか止まらないんやったな。あ、客に前に乗っときゃよかったのか。もう、本当にねえな。え、椅子塚行きって書いてあるけど。え、でもこれ、なって言ってたのなばでしょ。青って言ってたの青山行きでしょ。16時、え今何時？今14時42分。14時41分です。まあ、一応次のやつが伊豆川行きやから、これ乗ったらなんとかなるか。おお、これは少ないな。1時間に1本か。ちょっとこれ本当に一回一つ伸ばすと厳しいですね。あ、でも待合のところこんな風になんかクッション敷いてくれてあるんですね。なんですか TKD ってなったけど、あ、高田か、高田で TKD。 名古屋方面行く特急は止まらないんだ、忘れてましたね。ちょっとゆっくり待ちましょう。